皆さんこんにちは。大阪名古屋 Vlog で出番が少ない沖口がナレーションで登場です。よ、沖口。この日は大阪公演が終了し名古屋に移動して風雷坊でご飯を食べております。そらちゃんはモロキューが気になるご様子。モロキュー、みんな風雷坊でワクワクです。そして大阪公演お疲れ様の乾杯をノンアルコールです。乾杯。吉澤さんはお酒を乾杯したがっていましたが、ライブ前日のため控えさせていただきました。ちょっと、はい、美味しそうにコーラを飲んでおります。ウーロン茶何これ。私はウーロン茶です。そして乾杯も済んだところで山本さんもご満悦。やっほー。そしてここで登場、沖口と増田の白米です。あら、なんとも可愛らしいんですね。白米をバクバクと増田玉木が食べております。この後大盛りご飯も注文します。美味しそうに食べた、あ、山本さんがすごくうなずいております。イエーイ、美味しそうですね、うんうん、今回は名古屋ということでマジパンといえば風雷坊、ここで大きなエビフライの登場です。沖口優奈はエビフライが大好きです。そして手羽先も登場。これは何人前なのでしょうか。何人前だ。とてもとても大量、おそらく15人前ぐらいの手羽先が運ばれてきております。美味しそうですね。美味しそう。私はただいま手羽餃子を食べているご様子、ちょっとお疲れモードです。そして味噌カツも到着しました。なんとそらちゃん味噌カツが大好きなご様子で、わ、人よりも一番早く味噌カツに手をつけておりました。美味しそうな笑顔でもう一口パクリ。あー、後ろを見てください。吉澤さんがなんとも綺麗に手羽先を平らげております。ビューティフォー手羽先。美味しそうですね。吉澤さん美味しかったですか。美味しかったよ。よかったです。そしてなんとここでもうお別れです。明日の名古屋公演に備えてみんなお休みです。この後は名古屋公演当日のリハーサルのご様子をお届けします。それではどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからこういろいろ喋ってます。昨日は手羽先を食べました。イエーイ、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、今日は部屋を出る15分前に起きました。朝ごはんを食べに行く予定だったのに残念です。ダダダダン、せーの、パーン、パーパッパーン、あっ、OK。なんかめっちゃ前髪内側に入ってる。なんで？リハーサルありがとうございました。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ります。わー終わりました。ちなみに時は絶対にくるみちゃんを連れてるようしてます。いいですね。今ゆなちゃんのエレベーターのこっち閉められるから、イエーイ、着いたよ。リハが終わり終わり、リハ終わり、リハ終わり、リハ終わり、こんにちは、こんにちは。本番までもう少しです。行ってきます。ちょっと緊張してきた。緊張する。連続だったけど楽しかったね。あっという間だったんだけど。早い。やっぱ両方の会場違う雰囲気で。ね。ね。素敵。両方の楽しさがね。ね、あった。楽しかったね。楽しかった。また行きたいです。名古屋は。行きたい。行きたい。美味しいものも食べたい。手羽先。また名古屋の皆さんは待っててください。待っててね。ありがとうございました。ありがとうございました。帰ります。出ます。イエーイ。帰ります。じゃあね。ありがとうございます。またね。名古屋公演が終わって今から帰ります。帰ります。かわいい。アップにしていい？ダメだよ。お疲れですか？分け目。ご飯取りに。ご飯。かわいい、漏れてる。はーい、おかえりなさいませ。おかえり、おかえり、おかえり。わー、おいしそうですね。
唐揚げセット、しかも梅干しつけたんだね。ついてた、ついてた、2つずつ。これはあのマネージャーさんのやつ。あ、マネージャーさんです。梅干し食べれないらしいです。すごい、あ、ドアップすぎた、ドアップすぎた。今何時？今は11時。あ、私一睡もしてない、一睡もしてない。まだ一睡もしてません。今もう11時くらいですか。11時半なんですけど、うん、お疲れ様でした。もうね、めっちゃ楽しかったんですよ。しかもなんか最後アンコールの2曲目がこれから私だったんですけど、ファンの人が最後のラストも一緒に歌ってくれたのがマジで嬉しすぎた。感動、ありがとう、感謝感謝。あ、シュシュ、ありがとうございました。バイ。撮れないんだけど全然。お疲れ様でした。ちょっとね、もうあの終わったらスイッチが切れまして、2日間来ました。でも楽しかった。楽しかった ね、 ね、また大阪と名古屋来ようね。行きたい、大阪全然何も食べるの。あ、確かに大阪にいるっていうことを実感したいから、はい、大阪で何か食べよう。じゃあ次は、次はちょっと早めに行こうかな。行きます、ありがとう、バイバイ、バイバイ、ありがとう。なんだよ、大阪名古屋楽しかった、楽しかった。こんな感じでいつも写真撮ってます。やっぱね、みんなの声が聞こえるっていいね。確かに。バイだけ、バイバイ、バイバイ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。次はツアーファイナル東京っていうことで、東京、東京もこのタイムテーブルで行くんで見てないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお疲れ。あ、もうね、東京絶対来るんだよね。そんなやつやめちゃいな、うんうんうん、ね、チャイナ、チャイナ、チャイナよ、チャイナアドバイス、もう絶対に遊びに来てね。そら待ってる、みんな待ってるっていうか、バイバイキン、バイバイキン、バイキンマン。